Hello， 我是猴子进步的高子。我们的影片即将开始哦。开始之前，如果你还没有订阅我们狗心卫视 YouTube 频道，请记得按订阅，并开启小铃铛，才不会错过台湾好处境节目的最新通知哦。哎呀，喂，开始哦。僕の姉貴に今日実はですね。出演していただこうと思いまして。お姉ちゃん、はい、めっちゃ綺麗。俺ね、たかしの姉ちゃんめっちゃ好きなの。どういうことだよ。気持ち悪いよ。ファンなんで。どういうこと、本当に言ってんの。いや、マジ嘘でしょ。え、俺たかしの姉ちゃんの YouTube のやつはもう絶対見てる。お、怖っ逆に他のやつはもうすいません。いや、むしろ他のやつ見て、ちゃんと他のやつ見て、はい。まあ、そうなんです。姉貴がですね、すごい綺麗な方、はい、ちょっと姉貴が、ま、日本の東京に住んでるんですけど、うん、料理研究家というか美容料理家をやってまして、うん、まあ、日本もう長いことコロナ禍でいろいろ対策してるかと思いますんで、そのことについてちょっと聞いてみようかなと思います。はい、僕はかけましょうか。俺が自分でかけるよ。何も知らないじゃん。もしもーし。はいはい、かわいい。自己紹介の方を先にお願いします。はい、日本で料理研究家をやっております、たかしの姉の松野絵里香です。こんにちは。名前からかわいい。そうなんですけども、まあ、日本長いことコロナだと思うんだけど、何かこう自分で対策してることある？はい、コロナ対策としてやっていることは、当初やっぱこうスーパーとかお買い物に行ってカゴとか商品触るのがちょっと怖くなってしまったので、ゴム手袋をしてお買い物をするようになりました。あとはエレベーターとかに乗った時にちょっとこう鍵でボタンを押したりもしています。鍵で、うん、だから手が押すの怖いじゃん。まあ、お掃除かな、お部屋のお掃除とか、今までこうアルコールでこうすごくこう拭き取るみたいな習慣ってなかったんですけど、コロナになって以来はアルコールで結構しっかり消毒をしてお掃除をするっていうのがもうこれは習慣化しています。あと日本はもともと宅配もこう玄関先に置いてくれるっていうシステムがなくて、必ずこう対面で会ってサインをして受け取るっていうのが当たり前だったんですけれども、コロナになってから置き配といって、まあ、玄関先にサインなく対面しなくてよく、置いてくれるっていう風になったのが結構大きな変化じゃないかなって思ってます。なるほどね。ということで分かりました。ちょっとじゃあ一旦休んでてください。また後ほどかけますってことなんですけれども、かわいい、ね、すごい、ありがとうございます。何がですか。ありがとうございます。何のありがとうございます。いやなん綺麗な方、初めて電話です。もうちょっと話せてちょっと嬉しかった。別に何も話してないから。先生お願いします、叩いてください。じゃあ後ろで。たかしの実家なの、お家？あ、これは姉の自身の、はい、家で。すごくなんかすごいね。住所だっけ、とりあえず。なんで、なんで住所がいるんだよ。たかし君の代わりにやっとくからね。あ、お願いします。これ痛いのよ結構。違いますよ、姉貴のことはもう一旦置いといて、うん、違います。これ今対策のことをね、いろいろ言ってたじゃないですか、うん、はい、姉貴はちょっとこう一般的なよくあることを言ってましたけど、皆さんどうですか、こうなんか対策に関してやってることってあったりします？僕はもうあれですね、家帰ったらすぐ服を脱いでその洗濯機にぶち込んで、すぐに風呂に入る。全裸で玄関開けたらすぐ全裸になる。お風呂は全裸で入りますからね。怖いよ。普通お風呂は全裸ですか。全裸ですか。全裸になるの。いや、もうすぐ脱いで、だからもうその洗濯機に入れて、はい、菌がついてると嫌じゃないですか、はいはい、だから入れてすぐにもうお風呂に入る。外に出た日はもうそうしますよ。すごいね。しかもだから帰ったらすぐ全裸に徹底対策するんだ、本当に全裸するになるんだ。そう、なんかちょっと隣の女性陣2人なんか熱い視線送らないでもらっていいですか、カズキに。ちょっと今すごい熱い視線を送られてたカズキ。やっぱりなんか今ちょっと寒気がいや興味ないよカズキの全裸には。なんでそれはそれでどうなの。どっちかっていうとタカシの方が見たい。なんで、なんでどういう趣味なの。あんな坊主野郎に負けた。いや、いいんだよ。でもカズキさ、ほら YouTube でも言ってたじゃん。YouTube で全裸になったの。なってないよ。それはどんなチャンネルなのよ。それはやめてくれます。だから見るよ、見るよ。やめなよ、見たいかい。YouTube でもさ、ほら、さっき今姉貴がさ鍵で言ってたけど、そう俺がね、そのさっき住所を聞いたのはこれをね、ちょっとお姉ちゃんに送ってあげないとと思って。何これが
ドアオープナーって言いまして、うん、ドアオープナーって言うんだけど、うん、これを先端がこうやってゴムがついてこういう風になってるんで、うんうん、これで要はエレベーターとかのボタンを押せるわけですよ。傷がつかないんだ、はい、でこれあの iPad とかも開けるやつ、そうなんですよ、だからもうあのできるだけ物に触らないようにこれでこうボタンも押せるし、なるほどなるほど、はい、でしかもこれこういう変な形してるじゃないですか、こうやって、うんうん、これしてるのはそのバスの吊り革とか電車の吊り革にこうやってかけて引っ掛けるんだ、 そう、それで捕まれるわけ、これ結構日本で使ってる人多い、ちょっとここ引っ掛けてみて、 なんで、あ、本当だ、え、それ台湾で売ってる、台湾でも売ってる、台湾でも売ってる、はい、なんかシャピーで買える、シャピー、はい、あ、シャピーネットで、はい、発音が悪い、悪いクイマイダダー。こちらのドアオープナー、実はカズキも自身の YouTube チャンネルにて友人に紹介してもらい知ったそうです。日本では実際に多くの方が利用しているそうなんです。こうやってキーホルダーみたいになってるから、ここにあの伸びるやつとかつけて、でここにつけといたりとか、鍵にくっつけといたりとかすればそのままピッてやってこれだけ、で使い終わったらアルコールスプレーしてっていう。だからみんなあれだよね、なるべくこう手で触らないで触れないようにってことでしょ、うん、そう、那我要介紹的这是一个これは用脚足で操作する自動販売機です。見たことある、見たことあるの、あのネットで、ネットで、なんかこの世界でまずなんか日本が第1号らしいんですよ。へー、なんかその足でそのボタンを押して操作して、で支払いの時にも今もう携帯で支払いできるじゃない、うん、だからもうその小銭を入れたりとか触る必要がなくて、ピッて全て、そう、全てこう手を触れないでジュースが買えるっていう、うん、まだ台湾には入ってきてない、台湾には入ってきてないもの、ないと思います、見たことないよね、見たことない、見たことない、日本ではあるということで、うん、え、台湾でもこれはさ真似できると思うの、これがなんかそのコンビニのジュースの扉あ、ここ今台湾ってまだこう手で開けるでしょ、うん、でもなんか日本のこれコンビニで足で開けるようにこのその金具がついてるので、なるほど、うん、私の対策はですね、一番あれなのは自分はコロナにならないと、やっぱね思想は現実化するんで、自分がコロナになったらどうしようどうしようどうしようって弱気でいると呼んじゃうんでね、自分はならないっていう強い気持ちを持つこと、それとですね、私ね護符、コロナ除けのですね、何ですか、こういう疫病除けの護符がございまして、こんなのをね持って歩いてるんですよ。なんで今日ね皆さんにこれプレゼントしようかなと思って、ありがとうございます、はい、これ持って歩いてください、はい、ありがとうございます、持って歩いてください、ありがとうございます、うん、で、あのこれねコロナ除けの護符なんですけど、これを持ってコロナを退散、ありがとうございます、うん、これ後でスタッフにもお渡ししますので、すごい、あのコロナ除けの護符なんで持って歩いてください、コロナのやっつけるっていうね、あと日本ではねもうねこうリラックスするためにこんなのがあるんですよ、何ですか、うん、温泉の宅配、はい、温泉お願いしますって、ね、どういうこと、これでもフードパンダみたいなもんで、先生みたいにお金持ちの楽しみじゃないですか、違う違う、1回分2000円だって、あ、2000円でいいんだ、2000円でバスタブ1個分って、まあこれですね、平均的な大きさで2000円だから、で日本だ高くないですよ、だって台湾のさ家族風呂みたいなやつ2時間でだって3500円そう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 、8000円ぐらいでするんだ、だから全然家まで届けてくれるならすごい安い、 それで家族で入れるわけだから楽しみの一つですよね、そうだからちょっとこう鬱になりそうな時とかでも、うん、リラックス効果って温泉あるでしょ、そうですね、これちょっと台湾まで持ってきてくださいよ、ぜひ欲しい、だから日本だからなんかベイトーヨーベイトーヨーベイトーヨーヘンドウィンテンマーやっぱりちょっとだからえ、やってほしい台湾でもベイトイエウーライエクイバーアイスメイツォーどうやどうや、ぜひあのウーライとかペイトの方温泉宅配よろしくお願いしますバイト医者バイト医者はい、はい、ということで、え、タカシはなんかないの対策、なんかやってないの特別な対策は、特別な対策ね、まああるんだけど何なんなんうざいな、なんかなんか秘密があるの僕今日マスクしてこう黄色なんですけど、うん、僕実はマスクコレクターになりました。すごい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 、はい、このマスクをですねコレクション、ちょっとやっぱり暇なので、うん、ちょっと何か楽しみ見つけたいなと、てか本当にさ台湾にさ売ってるマスク可愛くない、可愛 い, い, いや本当それね、あのさ一時西門にねあのマスク専門店があって、うん、でそこにあるやつがもう全部可愛くて、で日本の人がその僕応援してくださってる方が連絡してきて、うん、ここのマスクが欲しいからって言って、うん、
なんかどうにかそのプレゼントのなんか企画をやってほしいって言われてその中で一番お気に入りはどれなの？一番お気に入り、いや難しいこと聞きますね、うん、全部好きなんですけど、なんだろう、でも僕カルピス好きなんですよ、僕、はい、普段飲む。これカルピスのこれ分かるか？かわいいカルピス、かわいい、かわいい。日本でメロンマスクって流行ってるのご存知ですか？メロン？で、メロンマスクっていうのがありまして、うん、販売しているメロンが、メロンマスクがですね、ちょっとあの今買うとですね、なかなか1ヶ月待ちとかで買えないので、メロンメロンって言うからみんな分かってないって。メロンパンだって。メロンパンだろ、それ知ってるぞ、俺も見たことある。メロン、え、僕今なんて言いました？メロンって言ったよ、ずっと。メロンって、あんたどうやって。これでメロンパンマスクです。メロンパンマスク、メロンは見たことないよ。メロンパンです。ミャンバオです。ミャンバオ、はい、ボーロミャンバオ、ボーロミャンバオでございます、はい、なんですけれども、というのがありましてですね、ちょっとまあ説明しても分かりづらいと思うんで、こちら VTR ご覧ください。え、何？これマジでネタでしょ？そう、ネタでしょ？かわいいな。ああいうかわいいデザインのマスクってことでしょ？これさ、だけど表面絶対ダメじゃん。 3D 設計的样式相当贴合脸型。不过既然标榜是口罩，防疫功能当然不能少。业者请第三方研究机构做了测试，在防飞溅实验中证实效果不输给一般口罩，推出后立刻引发回响，六月份的量马上就被抢购一空。不过虽然口罩可以吃，但外层容易附着病毒，因此包括业者和专家还是建议不要食用比较好。这是很好可爱。好可爱，好可爱，好可爱。でもさ、このさ、这个新闻是在台湾播的吗？就二人で話したね。二人で話したね。但是三个人一起走，这真的好可怕哦。这太奇怪了。对，但是别担心了，因为是我们台湾好资金嘛。啊，我们今天有准备了哦。マジ？对啊。对啊，めっちゃ欲しいんだけど、あれ。しかもね、ご用意してもらってます。めっちゃ可愛い、それ。あれって本物のパンなの？あれなんか食べるらしいですよ。でもなんかその外側はあんま食べちゃダメみたいな。あれもうめっちゃ欲しい、あれ。でも何、マスクして家帰ったらなんか食べたりするわけ？だからその内側は食べる。違うよ、違うよ。だからそれをさ、言っちゃうとさ、大家会误会啊。这个不是日本人开发的，是在家戴，然后一直香香的。所以想要戴，不是在外面戴的口罩了。没错没错，这个不要误会了。なるほど。な、そしてね、カズキすごい可愛いって言ったから欲しいって言ったから、あげるよ今日これ特別に。はい、特別につけていいんですよ今日。本当にはちょっとびっくりしてる。え、ほら、クリーパーがあるからさ、ちょっとつけてみてよ。果たしてメロンパンマスクつけ心地はどうなのでしょうか。カズキ教えて。わさびみたいな匂いするんだけど。いやだ。なんでだよ。これ横から見ても変だよ、かなり。変だよ。それはそうですよ。ただの現代だよそれ。ちょっと中くり抜かなきゃね。何タカシそれ。メロンパンメロンパン。ちゃんとやって。先生落ちちゃうの。顔が小さいから。顔が小さいからさ。変えろか。なんだよ。どういうこと。え、カズキ似合ってんじゃん、でもなんかいい感じよ。うまそうだよ。に匂いどう。ちょっとめっちゃいいよ。ちょっとほら、モデルとしてショー見せてよ。なんかこうもう、なんていうんだっけ、ファッションショー、ファッションショー。お、髪もいいよ。音楽流れてる。いい感じの音楽が流れてる。お、いいよ。バカだな、本当に。でもなんかちょっとかっこいいんだけど。さすが。さすが。さすが。タカシもやって。やばいな。超ありがとうございました。はい、ということでね。ブーじゃない。ブーってなんでブーって。いやいや、なんでもない、なんでもない。そしてやれって言った本人なんか言えし。感想言え、感想を。本当にもう。いや、これね、でも本当にいい匂いはする。いや、匂いはすごいよね。あの、カズキ、今日そのまま帰って。これ持って帰ってもらって。そうさせていただきます。はい。今日の夜食。ありがとうございます。内側だけ。はい、ということでね。こういったね、ちょっと変わった。ものも登場しましたけれども、うん、まあ今日はですね、いろいろとこう日体に関するコロナの、コロナ禍で起きたニュースっていうのを見てきましたけれども、皆さんいかがでしたか？とりあえず一個だけ言いたいのは、はい、あのお姉ちゃんのあの住所だって。まだ言ってる。まだ言うの？じゃあこれあの2個あるからさ、1個。じゃあ私欲しい。私にちょうだい。欲しい。これお姉ちゃんに送るやったんです。だからお姉ちゃん遠いから日本で買えるから。日体有効じゃない。もういいよいいよ、姉貴はもういいんだよ、姉貴はもういいんだよ、姉貴はもういいんだよ。なるほど、日体有効じゃねえよ、そういうの日体有効するな。はい、ということでね、まあ、でも本当にでも和樹が言うように日体有効がね、これからも長く続くように、うん、今回ねこうやってコロナの元でしたけれども、こうやっていろいろと密接になったのかなと僕は思います。そして僕はね、何より言いたいのはやっぱりその医療従事者の関係者の皆様ですね、本当にねありがとうございます。身を危険にしながらもね、こうやって、守ってくださって、コロナになったとしても皆さんがいらっしゃるから、こうやってまた
通の生活ができるということができると思います。本当にありがとうございます、はい、これからもね皆さん頑張っていきましょう。コロナ戦っていきましょう。頑張っていきましょう。ということで今日皆さんどうもありがとうございました。じゃあまたね、バイバーイ、バイバーイ。哇，时间过得好快哦。看完我们节目还喜欢吗？喜欢的朋友请记得订阅高新卫视 YouTube 频道，并开启小铃铛，才不会错过台湾好资讯节目的最新通知哦。也欢迎在底下留言告诉我你们看完节目的感想哦。还有，如果还没有 follow 比克台湾台湾好资讯的朋友们，请扫描以下 QR code 到我们粉丝团来按个赞哦，赞赞啊赞啊赞赞，你看，可以的，加油啊！拜拜。